マジでかっこええな、こいつ。この立ち方よ。単純にスーツかっこええよね。そんなボロボロになってないスーツ。そんなんありなんって思ってるよね、エースが。なんか説明会の時になるべくこう汚しとか入れた服で着てくださいって言われてたんですけどって。あいつ全然綺麗な服で着てますやんって言うてるよね、エースは。ナースや。破滅はあるやろな。ない。なかった。破滅なしナース。あ、そうか。はい。内なる力チャージからの発電機。3人やったらいいか。まあでも3人でも全然ええやけどな。他の発電機見つけられへんぐらいやったら。4人で発電機直すのはほとんど意味ないらしいですね。3人でやるときと4人でやるときはほぼ変わらんらしい。救難所。大丈夫か？おらー！これはもうその場治療でしょ。二人おるからね。ほい。ん？お、ターゲット変わった。いや、変わってないな。じゃあ発電機の続きや。いいよ。巻いたっぽいね。で、今しゃがんでるからあれ治療を受けてるってことやな。共感便利やわ。で、あそこでチェイスしてるでしょ。距離無限っていうのはやっぱすごい。共感は。チェイスもうまいよ。ナイスチェイスよ。ああ、ここ発電機ないんか。この辺発電機ないね。何してんねー。フック壊したかったんやろな。いや、これはもうやばいぞ。とんでもないことになった。すごいいけそうやったのに。いや、これやばいぞ。まあ一発もらって、来たな。いや、来てない。いや、来てるわ。しまった。あ、嘘、デッドハードなんで出えへんの。もう
いや今シェリルの服とシェリルとナース見間違った。今同じ白い服やったから。デッドハードなんで出えへんねん。うっそ、今この建物に入っていくナースが見えたと思ったらシェリルやったわ。ロッカーどこや。やっぱ猶予や。でも猶予はもう無理。どれでしょう。どのロッカーでしょう。ここでした。ここにトーテムあるはず。あれ？ない？待て。やばい。中入るか。なすってる。なすってるな。不可抗力や。そりゃ許してくれ。遮蔽物の多い地形に逃げるのはナース戦で誰もがやることやから。大丈夫かなこれ。これ多分あやる。俺が追われた方がええな。痛い。今度こそデッドハード。どうする？こんなところで。あかっ。まあまあまあ十分距離離してるから大丈夫でしょう。フック遠い？よっしゃー。これは助かった。橋の端まで行って正解やった。しかもその小屋に発電機があるから。ありがとう。大丈夫。あ、ごめんごめんごめん。大丈夫。ありがとう。ロッカーインします。嫌なタイミングでスキルチェック来るな。それにしてもバベチリやったら、難しいなあ。お、来てるわ。
いいですね。とにかく離す、距離を離す。見てるな。で、もともと今釣られてた人が触ってた発電機が、あるから、あーでも怪我直してんのか。ハッチやった。デッドハードはバレてるでしょ。倒しとこ。あーくそー当てれへんかったか。デッドハード使えんかった。あーこれで終わりか。俺決まった。あ、終わってないわ。2回目や。うっチーがねー欲しいなー。ノーワンさえなければ大丈夫。デッドハードもあるし。あれゲート触ってんのな。うん、ダメか。開けてる方がええかもな。もうノーワンないんやったら。あの人が追われてるんやったら寸止め。あー帰ってきてる。あーありがとう。あ帰ろうだ。ゲートの方にはあえて行かない。起きた。起きた。じゃあ怪我直した。オッケー。踏ん止めよかったな。この辺にトーテムがあったはず。ジェイク待っててくれ。バベチリでこっち来られたら終わるけど。よし。やばい、これはバレてるかも。これはもう出た方がいいな。救助してるからね。あとは寸止めやろ。一発もらえるのとデッドハードで。ほい、オッケー、よいしょ。疲労してた。危ねえ忘れてた疲労。危ねえ。いや、あのジェイク救助に行った動きも良かったな。これは安心や。いや素晴らしい。よかったよかった。へえ。疲労してたか。疲労忘れてた。危な。まあでも出れてよかった。ありがとうございました。いやすごかったな。あのトーテムの場所を覚えてたのも良かったね。内なる力強え。
いや、でも、ロッカー出たとこちょっと危なかった、ほんまに。あのままロッカー入ってたら多分、開けられてたんちゃうかと思うから。一発食らってデッドハードやったら間に合うぞって思ったんやけど。まさかの疲労、治ってなかった。死ぬとこやった その辺は運が良かったですね。